どうも皆さんこんにちは、チャクマスです。本日はですね、三井住友カードのですね、ナンバーレスのゴールドね、到着しました。すごい早かったですね。私は7月1日に申し込んで、このカードね、到着したのが7月の4日なんですよね。まあ受け取ったのは私ちょっと5日の月曜日で、ちょっと昨日ね、外出してたんで受け取れなかったんですけど、めちゃくちゃ早いですね。4日ぐらいで到着しましたね。ということで、ちょっとね、個人情報で隠させていただきましたけども、こんな感じで届きましたので、今回の動画ではですね、こちらの開封とですね、かなりお得なキャンペーンをね、やっているっていう風になりますんで、このキャンペーンについてもですね、一緒に解説していきたいと思います。ということで、開封していきましょう。開けます。まず一緒にね、入ってるものは、カードご利用にあたり重要な手続きということで、まあ、V パスの登録はね、してくださいっていうのが書いてありますね。まあ、おはようございます。よし。シールが反応しました。即時発行とかね、されている方はもう登録されていると思うんですけども、V パスアプリね、登録してくださいっていう案内が入っております。あとですね、後からリボの案内ですね。うん。まあ、とりあえずこのナンバーレスのゴールドカードは、年間100万円で利用すれば無料になりますので、まずこのリボ払いっていうのは、まあ、とりあえずスルーしていいんじゃないでしょうか。あと会員規約ね。それと、三井住友銀行経由お申し込みのクレジットカード規定っていうもう一個規定が入ってますね。あと台紙とカードということで、いきましょう。はい、大丈夫かな。はい、じゃあ今回のクレジットカード、ナンバーレスのゴールドクレジットカードですね、こんな感じになっております。どうですかね、かなりかっこいいんじゃないですかね。ちょっとね、色迷ったんですけど、ゴールドとブラックが確かあったと思うんですけど、ちょっとね、迷ってこっちにしたんですよね。まあ黒でも良かったかななんて今思ってるんですけど、まあこれもね、かっこいいですよね。うん、本当にキラキラ感があるね、感じに表面がなってまして、いいですね、かっこいいです。はい、で裏面なんですけども、一応カードの番号だけ隠しておきましょうかね。じゃあ一応こんな感じで、ここにね QR コードがあるんですけど、これが見せていいもんなのかちょっとわかんないんで隠しておきます。まあ裏面はこんな感じ。まあナンバーレスということで、名前はね記載があるんですけども、特にねクレジットカードの番号とか有効期限とかですね、全部記載されておりません。こちら確認するにはですね、 V パスアプリね、ちょっとこれに出しておきますけども、こちらからね、カード番号を確認はこちらっていうところから見ることができるっていった感じになるんですかね。新しいカードっていうのは本当にワクワクしますね。ということで、件名はねこんな感じになっております。ということで、今回ですね、こちらのクレジットカードの開封ね、やらせていただきましたけども、もう一つねおすすめのキャンペーンがね来ておりまして、こちらのキャンペーンですね、三井住友カードドトールグループに行けば行くほどお得、ビザタッチ決済で使った分だけ漏れなく2000円相当プレゼントということで、こちら漏れなくなんですよね。ですので、もしね今回ナンバーレスゴールドクレジットカードね発行された方もねそうですし、今までねナンバーレスの一般カードね保有されている方、またねANA のクレジットカードでも、このビザタッチのね、このリップルマークっていうのがついてればですね、利用することができますし、ビザラインペイとかもね、そういったクレジットカードも利用することができますんで、かなりおすすめのキャンペーンっていう風になっております。でですね、詳細なんですけども、期間がですね、7月1日から7月の31日までということで、今月いっぱいなんですよね。で、エントリーね、不要っていう風になりますんで、利用していただければ還元が受けられます。で、支払い方法はですね、先ほども言った通りこちらですね、このリップルマークのビザタッチ決済ですね、こちらはまあクレジットカードをね持ってってタッチ決済でももちろん OK ですし、 Apple Pay ね登録していただいてビザタッチ決済ね利用していただいても OK っていった形になります。で、還元額は最大2000円分相当までっていう風になっておりまして、還元される2000円相当のプレゼントは V ポイントギフトでね還元がされます。で、この V ポイントギフトっていうのはですね、 V ポイントではないので、この点はね注意してください。で、この V ポイントギフトって何ですかっていうね方もいらっしゃるかと思うんですけども、 V ポイントっていうね
スマートフォンアプリがあるんですけども、まあ、こちらもね、三井住友カードが出しているスマートフォンアプリなんですけども、こちらにね、ギフト登録していただくと、そのアプリでですね、ID 払いであったり、ネットショッピング、またね、iPhone の方は、Apple Pay でね、Suica とかにもね、チャージすることができますので、まあ基本もらった還元がね、困るっていうことはないと思うんですけども、まあこういった感じでね、利用することができるっていった形になります。で、対象のクレジットカードなんですけども、先ほどもね、言った通り、三井住友カードが発行している Visa タッチ決済が使えるクレジットカードであれば、キャンペーン対象っていう風になりますんで、ANA のね、クレジットカードとかね、結構いろんな種類保有されている方であったりですね、先ほども言った Visa LINE Pay であったりね、まあ、このナンバーレスもそうですし、三井住友カード、他のクレジットカードであっても、このリップルマークがね、ついている Visa タッチ決済をね、利用することができるクレジットカードであれば、利用することができますので、これね、持ってれば持ってるほど利用することができますんで、私ね、かなり持ってるんですよね。ですんで、できる限りですね、今回のキャンペーンね、丸乗りしていきたいなというふうに思っております。で、対象店舗なんですけども、まあ、こちらドトールコーヒー系列ということで、こんな感じで対象ショップがね、記載されております。ドトールコーヒーであったり、エクセシオールカフェ、エクセル、カフェエクセル、ちょっとこれ読み方わかんない。なんとかコーヒー、あと、ホントコーヒー、あ、これもまた読めないですね。ドトールコーヒー店、ドトールコーヒー農園、パンの田島ということで、まあ、このね、対象ショップでですね、利用することができますので、ぜひね、ご自宅に近いところね、何かあるか見ていただければなと思います。まあ一番多いのはドトールコーヒーかエクセシオールカフェだと思うんですけども、まあこういった感じのお店利用することができますので、ぜひね、利用してみてください。でですね、還元の詳細なんですけども、こういった感じで公式サイトに記載があります。税込み1000円から1999円の場合は、1000円分の V ポイントギフト。ご料金額2000円以上ね、利用すると、2000円分のね、V ポイントギフトということで、こちら特典自体はですね、9月5ドルに、メールアドレスに送付されるっていう風になっておりまして、こちら1000円以上ね、利用していただくと、1000円分の V ポイント、2000円以上利用していただくと、2000円分の V ポイントが返ってくるっていう風になりますんで、まあ、本当にジャスト1000円、2000円でね、利用していただければ、まあ、1000円返ってくるし、2000円返ってくるっていった形になりますんで、まあ、かなりいいですよね。またね、こちら一括でね、この金額まで行く必要はありませんので、利用していただいた合計金額に応じて、こちらもらえるっていう風になりますんで、まあ何回かね、分けてこの金額に達成してもね、OK っていった形になりますんで、この点もね、覚えておいてください。でですね、このキャンペーンね、もう7月1日からね、始まっておりまして、私はね、このナンバーレスのね、ゴールドクレジットカード、まあこちら実物届いたのが今日なんですけども、先週末にですね、もう発行して、もう V パスっていうその、三井住友カードのね、スマートフォンアプリにもう登録することができて、私ね、スマートフォンにナンバーレスゴールドクレジットカードね、登録しているので、利用してきたんですよね。で、実際にね、利用してきた感想としてはですね、ビザタッチ決済で私レジで言ったんですよね。そしたらもう一発でね、通ったんですよね。あの店員さんがわからないみたいなね、こともありませんでしたので、まあビザタッチ決済でいいのか、もし通じなかったらクレジットカードでって言って、もう端末にかざしてしまうか。まあこれはね、ちょっと難しいところなんですけども、ツイッターではですね、店員さん知らなくて利用できなかったっていう方もね、中にはいらっしゃったので、私のね、おすすめの方法としてはですね、このキャンペーンのね、ポップがですね、あるお店でね、利用していただければなと思うんですよね。このポップがあればですね、これ利用したいっていう旨がね、言えると思いますので、まあ私がね、あの利用させていただいたお店も、私のね、自宅の最寄りのドトールコーヒーでもですね、このポップね、あの入り口にもありましたし、店内にもね、ありましたので、まあそういった感じでですね、あの確認方法だけしていただいてですね、利用していただければなと思います。これね、店員さんがわかんなくて結局利用できないとですね、まあそこでやめますっていうのもね、ちょっと厳しいかなって思いますので、気合があればね、それも断れるかもしれないんですけども、この点はね、本当に注意していただきたいなと思うんですよね。個人的には本当にこのポップがあるところをですね、狙って利用してみていただければなと思います。非常にね、お得なキャンペーンなんですけども、店員さんが知らなくて使えないみたいな感じになってしまうとですね、ちょっとただ買いに行っただけになるっていう
った感じになりますんで、まあ、こういった感じで利用していただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、三井住友カードナンバーレスゴールドクレジットカードですね、券面の紹介とですね、ドトールコーヒーのキャンペーンをね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、こちらね、100万円決済すると年会費無料で維持できるゴールドカードっていう風になりますんで、まあ、私もですね、ちょっとね、頑張って100万円決済ね、頑張りたいなと思ってるんですけど、ちょっといけるかどうかはね、わかんないんですよね。とりあえず頑張ってね、支払い集めたいなとは思っております。ひとまずですね、先日ね、動画で解説させていただいた SBI 証券のですね、投信、こちらに関してはですね、私もね、やろうかなと思っておりまして、こちらゴールドカードということで、こちらね、スタートダッシュキャンペーンを利用すると合計 2% 還元から取れるっていう風になりますんで、ちょっとこれでね、ひとまず決済させていただきたいなと思います。私はね、このキャンペーンで利用するんですけど、このキャンペーンの決済額は年会費ね、次年度無料になるっていうのありますよね。こちらに関してはこの決済含みませんので、ね、この点は勘違いしないようにしていただければなと思います。私はね、ひとまず還元率が高いのでこれで決済しますけども、これはね、100万円の決済仕様のあれに入ってこないっていう形になりますんでね、この点は覚えておいてください。まあ、ひとまずね、こんな感じで私はね、利用していきたいと思います。でですね、前回このナンバーレスのね、ゴールドクレジットカードの解説ね、出させていただいた時に、ポイントサイト EC ナビの案件ね、8000分のポイントで案件出ておりますよということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、こちらはですね、もう案件終わってしまったんですよね。でもしこれからね、ナンバーレスのゴールドクレジットカード発行されたい方は、ポイントサイトライフメディアですね、こちらの案件ね、まだ出ておりまして、8100円分で今ね、100円分だけポイント上がってね、出ておりますんで、もしね、これから発行されたい方いらっしゃいましたらですね、ポイントサイトライフメディア経由でね、発行していただくと、カードね、発行しただけで8100円分ね、もらえるっていう風になりますんで、こちらもね、概要欄に載せておきますので、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。